はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今回はアイカツのお話でございます。12月の下旬に発売されました一番くじプチ劇場版アイカツいちご祭りコレクションですね。皆さんも何回かは引いたかと思いますが、僕もですね5回だけその時に引いたんですが、2月の今頃になってですねまたくじをやってきました。なんでかっていうと母親からの情報でして、くじが、売ってたよっていうことで、へーって言って珍しいねなんて言ってて、でしかも値下げしてある上に残り数枚しかないっていうことで、もうねすぐに買いに行ったんですが、本当に残りあと何枚かでした。で今9時半ぐらいなんですが、もうダッシュでね行って、そしてもう最後まで全部買いましたから、こちらラストワン賞をゲットしました。イエーイ、ポスターです。ラストワン賞劇場版アイカツクリアポスター全一種、はい、こちらになります。かわいいですよね。劇場版のポスターにもなったイラストが使われております。裏はね柱、いやーこれをね今ゲットできるとは思いませんでした。これはもう諦めていたので、ゲットできないのは仕方ないかなと思っていたんですが、なんと今ゲットできました。いやー嬉しいですね。フレームを買って飾りたいと思います。で剣は残り6枚だったんですよ。で残り6個はこんな感じです。 D 賞が2つで E 賞が3つですね。ポストカードとポチ袋セット、すべて別の種類ですね。はい。で C 賞のコレクショングラス、あかりちゃんのバージョンもなんと残っていました。これはね、持っているんですがラッキーです。はい、というわけで今回は一番くじプチ劇場版アイカツいちご祭りコレクションのラストワン賞をゲットしましたというお話でした。いや嬉しいですね。なかなかくるくる巻いてあるポスターは閉まっちゃうんですよ。なのでこういってねポスターそのままドーンって入ってるやつは飾りやすいですね。いいですね、かわいい。ということでまた何かくじがあったら行きたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。